卒業生27名中下忍と認められるのはわずか9名。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験だ。そんな、じゃあアカデミーの卒業試験って何だったのよ。あれただの下忍になる可能性のあるものを選抜するだけ。何？よしくしょ、こんなとこで落とされてたまるか。よっ、はいはい、よっ、はいはい、よっ、よっ、俺にやらせろ。神やつか。まだまだ、こんなもんじゃねえってばよ。私だってやるときはやるんだから。お前らにしちゃ上出来だ。ふぅ、思ったよりやるね。ここまでか。よし、合格。でも俺たち鈴取れてねえってばよ。俺が見ていたのはお前たちの個人技能じゃない、チームワークだ。チームワーク？確かに忍者の世界ではルールや掟は大切だけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。だがお前たちはそれが分かっているようだな。ま、これからもっと鍛えなきゃいけないけど。よし、これにて演習終了。第7班は明日から任務開始だ。カカシを相手にチームワークの可能性を見せた3人は正式に仲間として認められ、ここに第7班はなった。おのおのの胸中に秘める夢、野望は異なれど、3人は忍びとして本当の道を歩み始めたのだ。これより果てしなく続く忍びの道を。